食事、私、アミシュレスサイということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、今流行ってる、こちらのバルネッキですね、アチャ型。まあ、一回出したことあるかな。で、これがね、今流行ってて、で、パンドロさんとかも使っててね、で、TV にもあったんで、こちらをね、使って今日はマルチ。そうですね、ちょっと高くないけど、やっていこうかなと思います。なんで流行ってるかわかんないですね。でもこのデッキは、まあ、ラバにも若干、対空がまあ、多いんで強くなるし、スケラにもまあまあ、アーチャーがいるんでね、強くなるって感じで、割とね、その、ボムバル、テンプレで勝てる、ん?テンプレで勝てないやつに勝てたりするって感じですよね。これ、そう、ゴレとかが若干きついのどうなんだろうな。さあ、橋前は美味しいね。橋前はね、ライトニングまで打てないんで、相手が。これ打てたらエリクサやばいことになってるんで、エリクサチート使ってるぐらいなんでね。あー、なるほどね、って感じですね。クローンはちょっと。これ、雪ラム打ちますか、一応ね。さあ、クローンって分かったんで、今度からボムタワーを、通常の位置にね、置いて、逆サイ釣れる位置じゃなくていいですね。さあ、ちょっと、うるさいですね。このスタンプとね、このスタンプをね、買いましたね。なんか可愛いっていう。これ前も言ったっけ?ねえ、これワンチャンコウモリいそうでね、怖いんですけど、バルーンだから飛ばしたくないですね、あんまり。コウモリいた時に2コスでバルーン守られるのめっちゃ痛いんでね。で、ここ、マジ?そんな来る?これ、こういう時にはまあナイトが強いですね。ここアイゴレだったら、突破されちゃうけど、みたいな。あー、トルネまで切ってくれましたね。これ7コス溜まったらバルーン行きます。この辺でいいかな。ね、相手の対空確認っすね。コウモリ行ったら速攻で雪玉。あ、ライドラだったら、雪玉だけ打ちたいけど、メガゴムなんで、ここは一旦ステイかな。キング起動したいな。いや、ここは一回、この雪玉だけで許容しましょう。はい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 。オッケーですね。で、これが、多分こっち側に来るんですよね。相手としては多分、同サイド勝負したいと思うんだ、相手が。なので、ここで僕はね、行きます。あー、逆サイ来ましたね。これはね、2周目のバルーン回します。無理やり回します。で、ここで無理やり1個落とします。ね、相手捨ててくるんで、絶対に。ここですね、僕の。僕はここで守っていきたいですね。さあ、これまず、あ、OK ですね。そこ取り抜きってくれるの美味しい。で、ここはもうすかさずディガーで削っていく。これが大事ですね。で、クローン来てもいいんで、全然。さあ、どっちに来るかな。こういう時にやっぱりね、この真ん中のアーチャーが強いっすね。これがめちゃめちゃ強いかな。まずいな、これ。ライドラがやばいな。さあ、耐えていきたい、耐えていきたいところである。あー、いらなかったっすね。いや、ライドラがちょっと怖かった。ないともったいないね。まあ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 、でもアーチャーの強さが出てるね、ここは。で、相手ワンチャンあるとしたら、そうっすね、ムートと、ここバルーンタゲトリのディガー裏でいいっすね。これで相手は、そう、トレノも切ってたんでね、さっき。さあ、ここで爆破が入って勝ちっすね。ライトニング打っても、あれなんだ、あ、オッケー、GG ですね。ライトニングじゃない、トレノ打っても、勝ちって感じですね。オッケーですね。最後、まあ、あったら、ディガー削りかな、バルーンタゲトリの。いや、強いね。やっぱナイトがいいっすよね。ムートがね、そう、若干流行ってるってのもあってね。ナイトがいいのかなっていう感じはしてますね。ムートがね、厳しいんですよ、アイゴレ型だと。まあ、あとはアーチャーがね、割と強くねっていう感じですね。まあ、マスキも十分強いんですけど、アーチャーが、スキラー防衛にも強くてっていう、結構ね、セパレートしてどっちにもつけれるって感じで、割と万能なカードなんで、このデッキ流行ってんのかなって感じはしますね、今。さあ、これは、あー、飛んじゃうな、これ。これはね、そうっすね、僕はエレキで、そう、メガゴちょっと MC んで、ナイトをこの辺出してあげて、ここでナイト受けちゃうとね、メガゴ、エレキのタゲが、メガゴだけにな、メガ、あ、違う、エレキの攻撃がメガゴだけに行っちゃうんでね、メガゴがすぐやられちゃうって感じですね。さあ、ここはね、バルーンディガー行っていいかな。エレキとラム切ったんで、まあ、インドラいたらインドラで、いなかったらファイボって感じですね。さあ、いたんで、ここは、雪玉まで打っていいね。ああ、雪玉が高い相手。ここね、難しいとこっすね。飛ばないようにアーチャーで行きますか。あ、やべ!
わあ、これめっちゃ下手くそだったな。今飛ばないようにアーチャル受けれたらね、完璧でしたね。何回か受けれるんで、それで。もったいないね。今の、こういうところはもったいないですね。本当に。直して、いきたいところである。あ、待って、タゲそっちから行くの？優秀かよ。タゲそっちから行くとは思わなかったな。まあ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 いいでしょう。相手このメガゴもまあ対応するんで、オッケー、ラムまた切ってくれた。で、これ、雪玉型だったんで、相手がね。こっちの、バルーンが通ることがまあないので、ディガー削りメインかな。っていう感じはしてるけど、ここ、相手分かってますね。アド取ってるって分かってて、後ろから組んでくるんで、僕は一回受けからですね。ここで、無理やり攻めちゃうと持ってかれちゃうんでね。で、僕としては、ここ一回受けて、こっちで、こんな感じで守っていきたいですね。で、こことか、雪玉で、処理していきたい。エレキから処理して、OK ですね。OKOKOK。十分十分。いい感じですね。で、アーチャーセーパーかな。OK。相手としても、攻め通させたいん、と、ん？攻めるしかないんで、ラムをね、攻めるで使ってくるんですよね。これが美味しいですね。さあ、ここはしっかりと防衛して、ここやっぱナイト強いですね。こういう時の受けにもナイトが優秀。いや、めちゃめちゃいいですね。で、ここでカウンター作れたんで、まあ、あとインドラにね、対して雪ラム打ってあげれば突破できるんで、僕は。さあ、これで、バルーンが一発入るかな、ここは。いや、いい感じですね。いやー、強いね。やっぱ、ナイトいいね。ナイトがいいっすね。メガナイトの受けとか、そうですね。割と、受けに優秀なんで、意外とね、そう、全部に守れ、全部に対応できるんで。今のも、あ、まあ、アイゴレでもワンチャン勝てたけど、でも、アイゴレだと、アイゴレバルーンの形を作ろうって必死になっちゃうんで、逆にね、逆にこれはいいかもしれないですね。こっちはこっちで。で、前も多分言ったと思うんですけど、僕ね、このデッキ、あれですね、割と大会とかで使ったりしますね。なんでかっていうと、遅延スケラとかにも割と強いんで、さっきも言った通り。で、そうですね、スケラ来そうだなっていう時とか割と使ってますね。まあ、ラバ来るなっていう時はね、インフェに変えたりしてますね、僕は。さあ、優秀。ただ、このペッカが若干きつそうですね。ペッカ工場は別に相性あれか、あれだけど、受けがね、しんどいかなっていう、テンプレよりはって感じですね。ただ、相手は対空薄いのは間違いないんで、相性はそんな悪くないかな。さあ、ナイス一発。これはでかい。これ、マジアチャーに次、マジアチャー、ん？ボムチャーが次、マジアチャーをね、攻撃してほしいんで、この辺に出しましょう。さあ、ここは、U の走らせてきましたね。まあ、これね、注意です。相手の今やってきたやつ。スケルトンとか1匹の方に、1体の方にやってきて、ダッシュって感じで、ねじ込んできたりするんでね、たまに。そこはね、注意かなって。ここ、ケツペッカ来たら、ああ、ケツペッカ来たら、逆サイバルーン単体で流そうと思ったんですけど、で、ここは多分ペッカ来るな。来ないっすね。来ると思うんだけどな。さあ、来ないんでここ行きましょう。単体飛ばしちゃっていいっすね。で、これに対して雪ラム打って爆破だけでもいいから入れていきましょう。さあ、大事大事。こういうの爆破も大事。さあ、これで、ボムターの爆破で全部処理と。いやー、いいですね。ボムターが強い。で、ここでさすがにケツペッカ来るかな？ですね。なので、こっちぶっ破しましょうか。これ多分相手止まんないんで、やりすぎかな、これ。ちょっとやりすぎかもな。あ、でもいいっすね。やりすぎぐらいがちょうどいいかも。オッケー、ちょうどいいかもしれないですね、これで。あー、メガボは、惜しいっすね。まあ、ペッカこっち来てくれたんで美味しいですね。さあ、このまま受けですよね。このペッカをどうやって受けていくかって感じで、マジアチャのシュパシュパだけ警戒して、この位置ですね。で、ここに出してあげて、そうですね。これだけ気をつけたい。OKOK。で、これペッカ一発はもらいましょうか。あ、デニアザいる。危ねえ。よかったよかった。で、ここ受けてあげて、で、これで相手多分ペッカ受けしたいのかな。そうですね。なので、ここはメガゴム追加して、竹取りつつの、このペッカ処理ですね。で、さあ、後ろに下げつつ、ない、あの、なんだっけ、言うのをね、後ろに下げつつ、さあ、これで、入っていくと。で、雪玉圏内かな、多分。あー、ギリギリ足んないですね。
まあこうなったら勝ちかな。いや、いいですね。あそこやっぱメガゴもいいね。メガゴも火力あるんでね。強いっすね。ただペッカね、そう、逆サイ誘導とかできないんで、防衛ね、僕そっちで慣れちゃってるんで、ちょっと下手っぴですけど、まあでも、使えるっちゃ使えますね。これちょっと負けるまで行こうか。そうで、サバーカの方をね、なんかバルーンでやるのもあれかなと思って、他のデッキ練習したいなと思って、ウォールブレーカー、あの流行ってる、高回転ウォールブレーカー練習しようかなって思ってます。はい。なんかあれ、使いこなせたらどのデッキにも立ち回れるらしいんでね。な、使いこなすまでにどんだけ時間かかるんだって話なんですけど。さあ、それはやばい。初手からガンガンですね。さあ、ガンガンですね。これメガゴ来ない?あ、来るんかい?いや、その、なんだか、ギリギリで来なそうだったじゃん、今。メガゴさん。さあ、ジャイプリっすね。ジャイ PP。でも、ジャイプリも全然勝てなくはないな。でも、その、PP の受けがね、アイゴレだと逆サイ誘導、これも逆サイ誘導か。まあ、逆サイ誘導に頼りすぎてるな、っていうのはありますね、俺が。なので、ナイト型もして練習したらね、全然強い。もう、なんならこっちの方が使いやすいっていうね、結果になるかもしれないしね。さあ、これハンター切ったんで、ハンターとメガボなんで、ハンター切ったんで、ここは。これ、キラムっていいっすね。で、この距離稼いであげて、2発入ってほしいな。一発かな、これは。あ、2発入りそうっすね。オッケー。で、右の、左のメガボは無視してあげたい。さあ、これは、ハンターがやれるんで、ギリギリね。ボムターンが強いですね。で、縦線が、あー、これ痛いな。これ多分縦線めっちゃ痛いんで、出しますないと。いや、ジャイ、危ねえ。このジャイの残り、ギリギリで撃つね。ジャイとかロイジャイの残り一発がね、めちゃめちゃでかいんですよね。あれ入るだけでめっちゃでかい。あー、またハンター切ってくれた。これワンチャン2周目ジャイ来る。いや、さすがに回ってないな。あー、なるほどね。そういう感じか。これはね、雪玉いい感じに当ててあげましょう。で、メガ、ディガーで受けてあげるって感じですね。いや、痛い、2発入んの。ハンター強いなぁ。相変わらず強いですね、ハンターは。まあ、アチャセパアンパイかな。まあ、逆サイバルーン飛ばしたところでなんで、もうほぼ折れてるんでね。で、これワンチャン5打ってきますね。なので、あ、これ5絶対来るな。絶対来るんで、ちょっと位置ずらしましょう。高めにしてあげていいな。はい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 。で、ディガーが来るね。来そうっすね。おっと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 。あー、2周目また回してますね、相手。めっちゃ回すやん。めっちゃ回すやん。裏かな?あー、裏じゃないと。なかなかに読めないですね。さあ、ボムターンがいいね。勝ちかな、これは。相手なかなかファンキーですね。めっちゃ来るね。めっちゃ来る。めちゃめちゃ来るね。まあ、この最後のね、ディガーとかも、あとギリギリ耐えたいっていう時とかは、雪玉打って一回弾いてから、小物でね、受けてあげるっていう戦法もいいですね。逃げ切りたい時とかはね、割とおすすめかなーって感じですね。さあ、黒。よろしく。コカッターですね。コカッターはどうだろうな。回転が、テンプルよりは回転遅いんで、でも、相手としてはアーチャー結構めんどくさいと思いますね。ハシプリ来た時用にね、一応構えといて。で、ここはメガゴもったいないんで、つけてあげるって感じですね。さあ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 、いい感じですね。で、これで、このメガゴがね、カウンター防止にもなるんで、美味しい美味しいと。もう一発?一発?ナイス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 、オッケー。めっちゃいいですね。で、倒してくれる。はいはいはい。で、後ろからナイトでですね、相手バレル回ったんで、バレルが飛んでくるか、まあ、ナイト合わせてくるかのどっちかですね。で、ここは、しっかりと、タルババ当てていく。で、ワンチャン逆サイにハシマイプリン来るんですけど、それは一旦無視してあげて、来たらね。来たら無視で。来なかったら、これでいきます。形組んでいきます。これ多分ロケット来るんで、でも、ナイトが、うわ!うわ、マジか!相手うまいな。いや、今ね、ナイト当たんないかなと思ったんですけどね。当てられましたね。うまかったな。いや、ここね、端プリが一番怖いんですよね。ここの端プリが一番怖いんで、アチャセパが、アチャセパ強いな。で、今度からロケットをね、巻き込まれないように出していきたいですね。で、まだ相手の、施設が分かってないっていうのが一番痛いね。端プリ怖いんで、ナイト出しちゃいましょう。
まあ、これで何かしらで咲かせることができるんで。OK。これで一貫ステイかな。で、ここで、バルーン行ったところでまた同じ感じに守られちゃうと思うんで、ロケット巻き込まれて撃たれたりするんで、ここは一回ね、端プリ警戒でメガゴで速攻処理しちゃっていいかな。あ、OK ですね、これは。で、これ多分ギャング来るんで、さ、延命してくるんで、しっかりとここは雪玉で弾いて、メガゴを刺したいですね、僕は。さあ、入るよ、これ。一発入るよ。で、なんならここでバルーンで追い打ちかけて、真ん中施設だと思うんですよ、相手。やべ、ずれた。いやー、これ、爆破で処理したかったけどなー。タルババが、結構前行っちゃってるんで。処理できないですね、爆破で。これ、もう一個来たら、来なかったら、こういうキラマかな。オッケー、キラマですね。そうですね、こんな感じで回転で押されるんで、ちょっと一回ね、しっかり回していきたいところではある。ここはさすがにロケット撃ってくると思うんで、相手はね。ここロケット来なかったらやばいと思う。止まんないと思うんだよな。オッケー、撃ってきますね。と。で、ここは、端プリが来るんで、そうですね。ただ、回転が間に合ってないですね、さっきから。もったいない。で、ここは本当に、これでいけるっすね。いや、ロケット来るかな、これ。ロケット来るか。でもこれ、入りそうっすね。あ、相手ミスってますね。手前に寄せてくれたんで。で、ここまた同じですね。ナイトで竹取りつつの端前プリン警戒しつつのバレル、タルババで当ててあげて、で、相手としてはもうこれ、勝つには、そうですね。で、裏にギャング当てて、で、これ弾いてあげることによって、このね、対空止まんないんですよね、これが。意外と。で、爆破入っちゃうっていう感じで。いや、いいですね。で、バレル警戒しつつ、OK。最近ね、バレルがね、ちょっとミスっちゃうことが多いんですけど。まあ、ここはまだギャング回ってないんで、前に出してあげて、で、ギャング来るかな、これで。あ、諦めましたね。OK ですね。そうですね。枯渇はね、まあ、相性はいいと思うんですけど、インフラとね、相性いいね。テスラとかだと本当に回転で負けちゃうんで、若干厳しいかなっていうのはある。さあ、数字ついたね。ガンガンいきますか。そう、最近スタンプに、そう、最初言ったんですけど、スタンプにハマっててね。これね、マジ可愛い。で、ゴブリンのね、なんか、なんだろうな、照れてるスタンプみたいなやつ、あれも欲しいんですよね。それをね、欲しい。で、コレクション作っていきたいですね。さあ、遅延来ましたね。遅延は一回メガゴから入ろう。ナイト切ると、ちょっと怖いんで、逆線にクロスとか来た場合がね、ちょっと怖いんで、あ、スケラっすね、これは。スケラだったんで、一回ナイト竹取りつつの、メガゴ生かしたいけど、ベビトラが、あー、そっちから竹取るか。うわー、これまずいなー。最悪っすね。これが残ってるのが結構厄介なんで、タルババで逆サイつって、スケラ来たら、ワンチャン来そうだな、ここ。まあ、雪玉腐ってるんで切って、端前来たら、止めてってか、端前で処理して、アーチャセパ、まあ、アーチャ、オッケー、アーチャセパしよう。で、アイスウィズかな、後ろは。あ、じゃあ、相手は、後ろから。おっと、で、何も出してこない。ネタ？これネタ説あるな。ネタっぽいっすね。ラッキーっすね。これ、寝てねえわ。デッキ近かったしな。これ、あれっすね。じゃあ、バルーンかな、今日スケだったら。あー、テスラトルネのバルーンっすね。ここ、雪玉打たなくていいや。どうせ座れるんで。どうせ座れるだけなんで、ここは一回打たなくていい。で、これ、バルーンって分かったんで、防衛しっかりしていきたいんですよね。ボムタワーとメガゴと雪玉だけ近内で、あとはビミドラのルート強制さえ気をつけていきたい。まあ、ダメアドは結構取れてるんで、こっからはまあ、バルーン竹取りのリガー削りとかね。まあ、あとはボムタワー無理に置く必要もないかな。メガゴとかで処理できたりするんで、割とね。で、これ相手サイクル的にまだ間に合ってないんで、ここがっつりいっていいね。で、ビビドラからのあれなんで、それが気をつけ。オッケー。これでトルネじゃなくて、テスラが回ったかな。OK、これでアイスウィズやれるんで、でかいですね。トルネも咲くと。で、なんなら爆破も入っちゃうんじゃね、これ。どう？入った。で、これ許容しつつ、入ってないか。相手ひたすらこれがきついっすね。で、僕は早く、あー、それうまいな。それうまいっすね、相手。それめちゃめちゃ、でもこれテスラ来るんで、絶対。トルネまだ回ってないはず。
一発入るくねこれ。よしよし、でかいでかいでかい。ただ、大カウントはきますね。ここが注意かな。とはいえ、そう、このルート強制チックなね、これはね、気をつけていきたい、僕は。さあ、ここはしっかりと雪玉とあれで完封していきたい。オッケーですね。爆破入っちゃう、これ。いやー、痛いなー。こっからね、流れ作られたら終わっちゃうんでね。ベビドラがめちゃめちゃ厄介だなー、これ。ベビドラやばいっすね。そこ来るか。で、これね、今日好きな爆破で全部持ってかれるんですよね、多分、取れに来て。そう、こんな感じでね。で、データ容量で切れちゃいましたね。申し訳ない。なんか最近、もう、携帯がね、重いなと思ったらデータいっぱいでしたね。そういうことだったわ。申し訳ないっす。で、今はちゃんと、ま、勝ちましたね、今のも。ギリギリでしたけど。さあ、どんどん行きましょうか。負けるまでって言ったんでね。いやー、ここまで来たら6-3ぐらい行きたいね。いやー、マジで申し訳ない。もうデータがパンパンみたいっすね。動画消してるんですけどね、僕。なんでだろう。アプリ入れすぎなんだよな、多分。さあ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 。スケルトン。アーチャー行きますか。アーチャー行きましょう。で、ボムタワー構えつつ、エリーババと。さあ、わからないよ。いよいよ、これに関しては本当にわかんないですね。これに関してはわかんない。でももうネタカードではなくなってるんでね、エリーババも。さあ、後ろに下げつつ、メガゴが強いですね。メガゴがマジで強いね。で、ロケホー切った。ここ、まあ、バルーン飛ばすのちょっと怖いんで、雪玉だけで様子見して。さあ、これは美味しいですね。ワンチャン金キロできたら美味しいなぐらいで、さあ、できるっすね。ここは。ああ、もらっちゃうか。ロケホー、やるな。ミリ残りやりましたね。まあ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 。で、バルーンまだ怖いな。対空がわかんないんで、咲かせていきたいが、まあ、とりあえず逆サイですね。逆サイは安牌かな。で、これに何来るか。スケルトンか。このスキをタルババで回収して、あ、さ、エリババいたな。さあ、これはしっかりね、ヒースピめんどくさいと思うんで、処理していき。いやー、これは雪玉打ちましょう。エリババの方がダメージ痛いんでね、多分。ロケモンはまあ、軽く受けつつ。さあ、ガンガン来ますね。これ一匹釣れないな。ちょっと遅れちゃった。ただ、これでクエイクまで来たら相手エリクサーめっちゃ使ってるんで、さあ、さすがに来ないと。てか、打てなかったっすね、多分。エリクサーそんなないと思うんだよな。だから、ここ行っていいっすね。おそらく、ハンターなんで、さあ、池は回ってないな、でも。さあ、これで突破できますね。オッケー。なんならもう一発？あ、入りますね、これ。コロノね、いいね。でかいよな。マジででかいっすよね。さあ、ここで相手はどう来る？またロケ砲でも来んのかな？さあ、今回はロケ砲は来ないと。で、今度ここで、ここでいいっすね。ここね、一匹釣れないんですけど、クエカ当たんない位置に出せるんですよね。これまあまあ、覚えてくれたらなって感じですね。まあ、知ってるかな？みんな。まあ、割と、知ってて損はないかなっていう位置。さあ、次の雪玉圏内ですね。で、ロイホグ来るんで、ここはしっかりとね、ナイトで受けつつ、ヒースピア、回復されたくないんで、勝ちかな。そう、この位置のね、ロイホグ、受けのボムタワー。まあ、これは知ってて、損ないかな。まあ、これに関しては雪玉で GG なんで、さあ、GG ですね。OK。このデッキ強いね。このデッキいいっすね。めちゃめちゃ強いかもしれん。まあ、そもそもね、テンプレバルーンとそこまで大きく変わるってわけではないんでね。まあ、使いやすいっちゃ使いやすいかもしれないっすね。僕、ナイト型あんまね、苦手だったんですけど、なんか、意外といけますね。練習したら多分、あれだな。まあ、割と練習したんでね、ナイト型も結構ちょくちょく、使ったりしてたんで、最初は本当にアイゴリ誘導だけにね頼ってたんでね。アイゴリ誘導めちゃめちゃ強かったんで、てか強いんで、あれがそればっかに頼ってたっていうのはあるんですけど、さあ、まあまあまあ一回逆サイ行きますか。
さあ、ラムライダーか。ゴースト、いや、ベビドラ？ベビドラのラムは珍しいっすね。うわぁ、そういう感じね。なるほどね。あ、ちょっと待って。あー、まあまあいいか。ちょっとミスったけど、まあ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 、結果オーライ。さあ、タラババつけてあげて、ここでユーノが来ると。一発投げてほしい。ナイス。で、ここは、そうだな、次こそは飛ばないようにアーチャー出してあげて、まあ、タルババ来るけど、ウッドランで、ここはアーチャー、これ多分めんどくさいですね。これでゴーストかなんか咲くんで。はいはいはい。で、アーチャーが、タワー入るかな？あー、ゴーストか。まあまあまあ、これでも OK。ラムって分かったんで、一回受けから入りましょう。で、2枚入ったら単体バルーン。あー、インドラの枠がベビドラになってるのかな？珍しいですね。メガナイトかペッカどっちかで、クエイクだったんでね、珍しいね。あんま見ない方っすね、これ。さあ、めちゃめちゃ延命してくるじゃん。これ雪生で対応しましょう。ユニットじゃなくて。で、このエレキは許容でいいかな？許容しましょうかな。オッケー、許容します。さあ、こっからですね。まずナイト出して。さあ、どっちでもいけるって感じ作ってあげて、これで。まあ、こっち安牌かな。結構エリクサ使ってるんだ、相手も。さあ、ラム来るけど、ここは、ウッド切った後なんで、しっかりガッツリ行く。ファイバーとかはないから、あれだったんでね、クエイクだったんで。で、ここで、タゲをね、ラムのタゲを変えてるんで、バルーンが一発入ると。で、ワンチャン U の追加とか来るかな。ですね。ここっすね、ここはしっかり守っていきたいね。なので、ディガーまで防衛で使っていいかな。これで守れるかな？オッケーですね。で、ここは相手も結構来たんで、がっつりいっちゃっていいかな、また。で、ラム防衛来るけど、オッケー。これで2周目の僕はバルーン刺します。はい。これは1回捨てて、次のバルーンですね。ただ回転がそこまで速くないんでね、このアチャ型は。若干難しいけど、まあ、僕の方が回転速いのは間違いないんでね。さあ、ここはもう無理やり行きましょう。無理やりもう出すだけ足していきましょうか。さすがに回んない。これで回ったかな、ギリギリ。まあでもこれで回ったところで感すごいんで、これ。エレキは回ってないし、さあ、GG ですね。やっぱ2周目がいいっすね。ラム相手の2周目のバルーンは本当に最強なんでね。まあぜひ真似してほしい。無理やりっていうか単体で飛ばしたりさっきみたいにね。で、ラム咲かせて2周目を刺すっていう感じかな。さあ、6、3行きましたね。負けないね。ちょっと待って、これ、トロフィーいくつから始めた？ 6、1行ってないぐらいから始めてるよな。これっすね。6,059 から始めて、300ぐらい上がってますね。負けないね。まあ、長すぎてもあれだからやめとくか。6、3、キリいいしね。終わりたいと思います。ということで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アチャ型のね、バルーン。まあ、結構強いですね。使ってみた感じめちゃめちゃ強かったんで、よかったらね、使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。